前回プライムを使った回で、プライムが絶好調すぎてプラコラを使った動画を投稿しました。コメント欄は大盛り上がり、とってもプライムを称賛してもらえて、すっげー気持ちよかった。本音だだ漏れ。これもう一人じゃねえか。そうこの高明という生き物、無印プライムを愛しすぎるあまり、プラコラに対してとんでもない敵対心を持つ生き物である。なんか火炙りにされてない？というわけで高明さんに怒られてしまったので、無印プライム使って和解していくことにします。いやー気持ち悪。じゃあ何だったんだこの茶番。マネーダさんが本当に裏切らないかちゃんと見張りに来ましたよ。ただプラベ一緒にやってるだけでしょ。まったくマネーダさんはすぐそうやって裏切るんですから。じゃあ私ホット使っていきますね。この裏切り者が、どっちもどっちだろ。皆さんやっぱろう。プライム持ってきたらプライムに裏切られた霊夢よ。おいっす。寿司しか使わない私には全く気持ちがわからんなぁとマリサだぜ。嘘つけお前最近マニョコラだろ。ジムヒューと並行してダブルも気づき、そんな感じのプライムやっていきましょう。私はもうプライム要素が薄くなって悲しいですよほんと。高橋さんだけには言われたくないですよ。どれもこれもジムヒューが楽しすぎるのがいけない。場所はクソデカガチエリアの湯の花か。過去に塗りが強化されたプライムに任せておきなさい。鉄と強化とか言ってただろお前。サメライドが来ましたがこれは大丈夫。この間にエリア塗っていきますか。全然勝ち越できねえなんだこのクソ武器。プライムで頑張るもんじゃないからね。ちょ、金モデに神タンク壊されたんですけど、これ中期のアップデで神タンクの強化必要だな。お前は脳みそアップデしてこい。エリアは中立で戻ってきました。塗ってもラチが開かないので敵倒す方向で行きますか。カッコつけて決め打ちした結果スプリンクラーだった人の図。恥ずかしいから解説しないで。危ねえけどギリギリ倒せた。さすがにトラコラだけじゃ塗れないっしょ。さあ頑張れプライム、今こそ塗りで本気を出す時よ。インクコ隠させながらもなんとか確保。それじゃあプライムだし前線行こうかな。プライムといえば前線武器ですからね。神スワンクで一気に制圧してくわよ。ミヤコさんのせいで仕事なくなりそう。しかしこれならいける。神ならギリ間に合う。うわさめは無理だ。おかわりいただけるだろうか。当店ではセルフサービスです。ちゃんと突っ込めよ。目の前に現れたサメライド。しかしそれが分離して攻撃してきたではないか。これは一体どういうことだろうか。同期ズレですね。マジレスはしてくるのかよ。ま一応確保は継続してるしよしとしますか。二人は倒してカウントはリード。エリアめっちゃ広いから一回確保できたら強いわね。うわやべ、そっち倒されてる。そういえばさっきのちょっとおもろかったから残しておくか。結構余裕あるじゃねえか。こっちにはミヤコさんがいるから大丈夫大丈夫。バリバリ任せておいてください。湯の花エリアの勝率つけた %の私が全員倒します。不安しかないよ。じゃあ、あとそこで倒されるとまずい。ことぶらじゃさすがにどうしようもなかったですね。まあまあ落ち着いて取り返しましょうか。マップ見るときは前方に注意しよう。そうあんなところに飴玉さんいるじゃねえか。あの人髪の頭普通に抜いてくるから嫌なのよ。あまたの髪の頭を抜いてきたのね。最近インクにはまりすぎだろ。さて降りちゃったせいでまたここからやり直しか。人生はミスったっていいんです。同じミスを繰り返さない、それが人を成長させるとは思いませんか。顔以外は100点。え待ってこの距離で髪壊れんの。動揺してラインマーカーと外してる。スペ性能 3.9 だから効果範囲が化け物じみてるんだな。これエリア中央に障害物があるステージでよかったわ。あともう一人は。なんかいけたわ。やはりプライムに戻ってきたおかげですよね。別にプラコラでもできますよ。よしエリア取れたしもう一回前に出るぞ。ミヤコさんを盾にして一緒に攻めていきましょう。生贄全然やめてくれません。ワイロの盾振り見て産地がなくなったんで帰ります。むちゃくちゃ豆腐メンタル。豆腐どころか豆乳メンタルね。ドロドロじゃねえか。にがりを入れなさい。誰がわかるんだその例え。よしいいところ来れたからここで暴れてやるぞ。ミヤコさんもいるから大丈夫大丈夫。湯の花エリアの勝率つけた%の私が全員倒します。よし来ましたよそれ。あれ待ってこんなに押してるのにエリア取られてるんだけど。なんて私も前線上がってますからね。エリアがガラ空きじゃねえか。ちょっとさすがにダメだこれ。エリアを取り返しに行こう。後ろはまずい。あ、ビビったサメライドかと思った。神タンク入ってるけど全然エリア止まらんし倒せん。意外とシールドストックあるだけでも倒せないもんだな。というか弓が怖すぎる。頭抜かれそうで、ちょっと状況が動きそうにないので、なんとか数を減らしたいところ。今更だけど無理勝負で言ったらめちゃくちゃ負けてるからな。数減らさないといつまで経っても確保できんぞ。結局ワイプアウトでもさせないとダメか。うわびっくりした。カウントが残り30だぞ。吸引機なら逆に神で突っ込む。この距離なら避けようがないでしょう。反撃弾はコロコロ避けまして、この隙にエリアを取りに行く。はっはっ神がすか。全力で取り逃がしてるじゃねえか。いや今のはもう当たってたってことにしてくださいよ。反射当てするのは人間じゃねえわ。お前は言う資格ないぞ。それじゃあ懲りずにもう一回前線行きましょうか。本当にマジで舞い上がりすぎだろこいつら。ショートのクリップに必要なんですよ。本音言いすぎだろ。なるほどそれでガンガン上がってるのか。はいこれ今日のショート動画のワンシーン。前線まで始めたぞこの人。よしこれはカウントリードはいける。
壁くらいは登ってくれません。おいお前がもたついたせいで宮古さん倒されてるじゃねえか。カウントリードしたんで大丈夫です。怨念がこっち見てますよ。神さん貯めたいけどちょっとさすがに厳しいか。じゃあこれで行きますか。反射扱えてるじゃねえか。今のはあの微妙な突起めがけて投げただけなんで勘ですよ。キル通過手がない練習。バカにしてんのか。バカ焦ったけどもうこれ無理でしょう。あれでも戦績自体は結構いいわ。さすがは塗り武器のプライム。絶対これプライムの表彰じゃねえだろ。やっぱプライムは塗り武器なんですわ。じゃあこれから縄張りはプライムで無双できるね。勘弁して。それじゃあ2戦目行くわよ。ルールは変わってガチあさり。ステージはナンプラー遺跡だぜ。うわー、そろそろ叫びのレパートリーがなくなってきました。知らんかな。コメントで霊夢に叫ばせたいセリフを大募集。変な言葉は採用できないので要注意。みんなで私のことを助けてください。それ自分で言っちゃダメなのよ。それじゃあ塗り武器として確定したのでアサリでも強さに。まあ、たまにはこうやって倒されることもあるっちゃあるよね。人数で囲めば余裕ですわ。大切なのは落ち込むことよりも次に生かすこと。ミスは引きずるのではなく自らの力に勝ち。おいどうした最強の塗り武器。エイムが卑劣すぎる。もうわかりました。アサリを入れることに注力します。何言ってんだ。そんなこと言ったってアサリ持ってないだろ。いいや、アサリはないならもらえばいいのよ。ナイス玉と吸引器に合わせてガチアサリシュート。どうよこの完璧な連携。これ見るとマジで吸引器バカにできなくなるでしょ。私は使わないけど。最後の一言で台無しだよ。うおー、ナイスワイプアウト。これはもう決定打になるワイプアウトかな。カウンターあさりもないからここは迷わず最善飛びますか。あっちょここ地獄じゃねえか。はい私のおかげ。ちょっと役立ってるの腹立つ。ペナルティ込みで41カウントならいけそうかしらね。そもそもこれだけ差があれば抑え込みだけでも十分そうだけどな。私のバキバキなエイム見せてやるわ。ガバガバなエイムも間違いだろ。誰がガバレイムじゃ。言ってねえよ。に落ちだからこれいけそう。うわびっくりした。何も見えないけどナイス玉ナイス。頼むから当たれ。あ、よかったなんか勝てたわ。私アサリ捨てて神タンクしようかな。全員アサリ捨ててませんか。いやこれで巻き返すんで大丈夫です。神タンク当たれや。やつ当たりすんな。でもガチアサリは入った。これはノックアウトいける。あと2個あれば。それより敵ってるからそっちを裁くのが優先だ。ちょ君ほんと私の前でトルネード吐くな。あと一つでノックアウトだけどアサリが。みんなが回収できるまでの時間を私が稼ぐわ。ガバレイムには相当しんどそうだけど。大丈夫なんかさっきめっちゃ良かった。急にエイム良くなるのなんなんだよ。でもチャンスタイムは終わったか。死なら射程で余裕ですね。エイムの確変タイムが始まったわ。背中からの吸引器があったけ。アーマーもろとも粉砕。あとは上に行ったやつだけ下ろさせなければいける。逃がすか。マジで最後だけ謎にエイムが確定して、ガチアサリ入るまでの時間をじっくり稼ぎ切って終了。はっきり言って最後以外ひどかったけど、なんとかノックアウトいけましたね。序盤からこのエイムができてればな。本当に精進します。焦らないエイムわかってるけど難しいってところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいぜ。この動画はどうだったかな？良ければチャンネル登録高評価、していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でも会おうぜ。バイバイ。